うわ、降ってきた。結構バラバラ来たな。うわ、来た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 。おはようございます。おはようございます。うわ、音これでどうですかね。音がちょっと、ちょい待ちちょい待ちちょい待ち。雨来た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 。ちょっとウエストバッグを防水します。用意してきてよかった。ちょい待ち。とりあえず防水装備にするのに時間かかってしまって。よいしょ。いきなり雨です。おはようございます。ああ、そっか、これウエストバッグ防水するためにはケーブル一遍外さなきゃダメなんだ。ああ、どうしようか。渡り哲也、いや、防水対策するには全部ケーブル切らなきゃこれ通せないな。雨を受けて、ターちゃん誰？ジャングルの人？雨、ちょっと待った、ちょっと待った。どっか聞きのいいとこでやるか。ウエストバッグはちょっとしばらく我慢していただいて、ウエストバッグさんには。解決。ちょっと、まずは、フェリー乗らなきゃまずいな。フェリー乗ろうと思ったらですね、明石城があることに気がついて、いきなりこっちに進路変えたんですよ。確かフェリー20分に1本あるから、マックスバリュー。今ですね、県立明石公園自転車競技場ってとこにいます。明石城の周り、公園の中回ってたらいつの間にかここに登ってきてしまって、お城の天守閣みたいなのが よく見えるところが分かんないんですよ。あっちかな。もう降ってるの？今降り始めました。で、ですね、GoPro が実は昨日充電できてなかったみたいで、今録画立ち上げられないんですよ。どうやってここなので、ちょっと今充電中です。高画質録画途中からやろう。お泊まりです。さっきから淡路島だったら日帰りだろっていうコメントありましたけど、まあそれは人それぞれだから。何の枠か、自転車組み立て。とりあえず今日は雨が降るのはほぼ間違いなさそうだったんで、若干うんざりしました。あ、図書館すぐ近くに今通ってきました。これが明石公園の、明石城の公園の中。これお堀か。ああ、降ってるな。まあ分かってたけど、でもあれ天気予報によっては淡路島は曇り時々晴れだったり。あ、延長忘れてた、ありがとうございます。城があるの？そう、お城があるんですよ。前近く通ったんだけど全然寄らなかったんで。前は国道を通ってずっと南下したことあったから、どこ通ったんだっけな。ちょっと延長にします。無料自動無料延長、自動無料延長を開始します。よし。明石焼き食べたか？明石焼き食べてない。ちなみに新幹線で今日はですね、一応キャンプ装備持ってきたんですけど、ずっとあんまり雨がひどかったら途中どっかで宿に入るかな。できれば渦潮のところの道の駅で野宿したかったんですけどね。軒先を借りたかったんですが、淡路島は兵庫で合ってるかな。兵庫でテント持ってきてます。重かったです。大阪さんとランデブーはありますか？あ、そうか、大阪さんの話もあったな。一言ぐらいメールしときゃよかった。タコ。新幹線の西明石駅に着いたらですね、いきなりそこら辺中タコなんですよ。あ、そう、ジェノバラインで。ジェノバラインで渡りますって。あ、なんだ青いやつ。あれ、蝶か。青筋アゲハじゃないのに、なんかそれっぽい色した蝶みたいなのがいる。まあ、それはいいか。大阪さん、デコあるぞ。いやいや、玉ねぎ、そうそう、玉ねぎの時期らしいですね。おはようございます。とりあえず天守閣見ないと。明石城、あ、明石、そうですか。私のアライテント、エアライズ2だったかな。2だよな。ですね、ありゃ降りてきてしまった。兵庫。あ、じゃあ今、ですね、朝からずっと淡路島は雨降りエリアの中に入ってます。あ、さっきの櫓2つだけなのかな。
ぐるっと回って出てきてしまいました。まあいいか。テントは後ろに積んでます。なんだこれ、あれこれ自転車はどうやって降りたらいいんだろう。ん、あれ自転車乗せていいのかな。あ、乗せていいみたいだ。テント4万円もするんですね。テント4万、そんぐらいしましたっけ。したかもしれない。橋で島に、橋？いや、あれは車道ですよね。車専用ですよね。取れないですよね。いつも20分単位なんで、10時20分無理だから40分かな。もともとは9時40分のつもりだったんですけどね。明石城に寄ったり、放送準備してたりしたら、あっという間時間過ぎてしまって。あ、で、あっちが明石駅ですね。おはようございます。うわぁ。こんだけ登ってきたのに何の意味もなかったな。図書館見ただけだった。あ、よっと。ここが明石公園だという。明石はバスで行けば安い。よっと。そしてフェリーで。これ一人で、この読み上げあると一人でやらないと乗れないな。いつも通りあの周りにガンガン聞こえてる状態ですから。皆さんのあの心あるコメントとか心ないコメントが周り聞こえまくってます。だから、さっきのエレベーターの中に、あ、カップあります。エレベーターの中とか最悪ですよね。顔見えた。あの、さっき通った人の。ここからちょっと南下したところにフェリー乗り場があります。ジェノバライン。心。人が来るたびに乗れない。フェリーの中で電波は多分入るんじゃないですかね。会場は割と入りやすいし、あの障害物ないから。コロナ込めてやめてくれ。GoPro が早く録画できるようにならないとな。こういう来たとこないとこはぜひHD 録画したいんですよ。で、後で一人で見てニヤニヤする。ニヤニヤ。結構人の顔があまりにもくっきり映るから、あまりくっきり映るので、あの後で編集するときいちいちモザイクとかかけなきゃいけなくて大変面倒。本当。あ、天守閣ないんですか。あ、そう HD。避難指示。あ、九州の方かな。実家にメールしたらとりあえずは福岡の博多の北の方あたりは大丈夫だったみたいなんですけどね。じゃあフェリー乗り場行きますか。おはようございます。おお、なんだこれ。ん、いっそ、何手作りで何をつける。リサとガスパール、ペネロペテン。ん、何ですかね。あとガスパールって言うと私はあの朝のガスパールっていう小説しか知らないんですけどね。九州支部長、あの誰がトップとかなんかそういうのはどうでもいいと思うけどな。いや、そどういう話があったのかよく分かんないけど、ミッフィーよりあの曖昧な感じです。輪郭がぼやけててファジーな感じですね。ちょっと読み上げ音量戻します。あ、探す知らないです。よっと。ウェブカメラの周り、今ですね、これで見えるかな？見えないか。ウェブカメラの、レンズの周りをですね、軽く雨よけのつもりで、ビニールテープを、こう、ぐるっと周りにこう巻いて、で、ツバというか、ひさしみたいにしてるんですよ。その日差しで雨よけ浸水防止のつもりなんですよ。いつも通り、イエス、ション曲げ。これラップか。さて、ちょっとそろそろ GoPro が動かせるようになったかな。雨はバッチリ降ると思います。よっと。あ、なんとかできそうな感じ。よし、じゃあ GoPro スタートして、さてここからいろいろ面倒だ。ちょっと待ってください。 GoPro スタートして、3人も雨で死
はい、雨男、今全国雨じゃないですか。私のせいじゃないよ。で、雨でここで録音スタートして、で、儀式、計画実行したの。天気予報によっちゃ晴れのマークが出てたんですよ。予報によっちゃ、タイヤサイズ26インチ。さて、これで見えるかな。 GoPro に20、21、1、2、3、4、5、10時20分。で、あと人が集中豪雨で、音入ったかな。よし、浅野さん、浅野さんネタはいつまで引っ張られるかな。あ、そう、小野なんとかアイランドっていうのが、淡路島の東側の方でしたっけ、東側の方にありましたよね。明石天文科学館が四五線。あ、そっか、四五線の町だ。ちなみにここまでは14,000。あ、初見さんいらっしゃいませ。新幹線代14,000以上かかっているので元取らなきゃいけません。来た以上はたとえ雨が降ろうとも14,000円分は楽しまないと許されない。濁流に自転車流される所、濁流に帰りは自走ではございません。間に合いません。うん、右下か。ああ、山地の方ですね。まあ、あそこダメだったら国道に抜けてしまってもいいかなと思います。うん、関空から、関空に渡る方法ありますか、こっちから。確かこれ地理的には和歌山とかに近いんだけど渡る方法ないですよね、確か。直接渡る方法は神戸と淡路島のフェリーってありましたっけ。あ、いらっしゃいませ。泊まりです。どこに泊まるかまだ決まってない。高速船、あ、そう、ジェノバラインはなんか小型船っていう注釈もあったんで、小型船と普通のやつがあるのかな。自転車で渡れないはずです。時計台、時計台って何ですか。ん、関西で難しい、私はできない。できてるよな。よし、何がどうかな。四国には上陸しないです。そっち行ってしまうと徳山空港から帰ろうと思えば帰れるかな。でも高くつきそうだ。時計台はちょっととりあえず、ちょっとちらっと見たけど見えないので、すいません、フェリーに直行します。変なパスタ、一応たらこパスタ作るだけの材料はバッグの中に残ってます。前回の、前回のあれどこ走った時だっけ、地名が思い出せない。長友の手前だったかな、どこだったかな。オートピアこっちなのか。ヤスの、あ、違う、ヤスはどれだっけ。フォートピア殺人事件は、上海には行かないですって。なぜ上海。リムラ、誰、フォートピアで会ってましたっけ。ヤス、フォートピア神戸。あと軽井沢殺人事件っていうのもありましたね、ゲームで。あの、アジサイの色の話があって、あとちょいエロかった気がするな、少しだけ。博覧会関係は行ったことないですね。私実家福岡なんですけど、筑波駅そこにも行ったことない。明石銀座と書いてありますね。海峡の町、明石銀座。ブリタシンドロームはさすがにやったことないな。小中学生であれ買えんでしょう。神戸、あ、そうそう、神戸素通りしました。10時40分間に合うかな。まあ大丈夫か。大阪万博な、何年ですかね。なんで今日淡路島かっていうと、3日間
3日間っていうのと、もう天気どこ行っても悪いから、とりあえず行ったことないところどこでもいいやと思って、石焼き、まあどっちしろ戻ってくると思うんで、あさっての夕方頃こっちに戻ってれば食べられるかもしれない。ん？ひとまり？うん、あ、うちは大丈夫でした。あのちゃんとメールしましたから、確認しましたから。ん？お、西成、大阪はちょっと遠いな。お、サブさん。よいしょ。ふと走る？淡路島初です、初です。淡路島に3日間もいます。それでも回りきれるかどうか若干自信がないぐらいですよ。天気悪いんでですね、多分進まないんじゃないかな、あんまり。神戸割と近いですね。10キロ、20キロぐらいでしたっけ。あ、大根川は大丈夫だったと思います。もともとあの川枯れてるようなもんだし。青森行けばよかったのに。青森か、青森は 夏休みで行きますが、夏休みの日程が決まってないです。今見られたかな、見られたかな、今見られるよな。特に今日 GoPro が目立つ状態なんで。あ、そう、渦潮のところまで行って、あの道の駅の軒先に泊まろうと思ってるんですけどね。雨だとなぁ、きついなぁ、うん、夏休み、いや8月中には撮りたい本当は。あ、雨装備はなんとかなんとか。ん、何の聖地、天気大丈夫じゃないっぽいです。朝からずっと雨降ってます、あの淡路島は。あ、道の駅端っこのとこですよね。世間様ドッキリかも。フェリー前、あれもう着いた。あ、もうここ10月になっても青森行きますよね。10月に、寒くなる前に。あれ、あ、ようこそタコフェリーへって、タコフェリーの文字がまだ入ってますね。こっちじゃない、タコ、なんか近すぎるような。もうちょっと東側か。え、西、ちょっと待った、こっちの方の地図確認しよう。どこ、ジェノバラインの乗り場は、あ、本当だ、西の方ですね。本日の宿はどちらですか。少し戻って、少し戻って、そうですね、この橋を戻って、あの人予約してないです、買おうと思ってんだけど。あ、そこか、参ったのか。まあ3連休どこにも行かないっていう可能性が高くなりそうだったんで、もうとにかく出てきてしまおうと思って、出てきてしまえばなんとかなります。あと私は、あ、これ予約枠です。始まりが遅かったんですけど予約枠です。タコフェリーなくなっちゃったんですよね、去年でしたっけ。と、あ、セリジェノバライン、確か自転車料金あったはずです。誰、今日はさっき映らなかったっけ。今日は新幹線で来てます。で歩けるの、独身だから。現実的なこと言うと独身だから。あ、これか、アクティブ、お、これか。全然フェリー乗り場に見えないですね。どこから入れば。あ、岩屋乗り場ってあれか。切符はその隣、これが乗り場で、さっきのとこで切符買わなきゃダメか。四五線ライン、新幹線輪行余裕でございます。 GoPro 今日ハウジングに入れてるので若干重いんですよ。重いのと目立つ。
目立つんだけど、海外じゃ GoPro 頭につけるなんてもう当たり前になってますから。アメリカとかでは当たり前になってますから。さすがに外部給電ケーブルまでつないでる人はいないかもしれないけど、橋を橋、自転車確か無理だと思います。入り口はこの右から。ここは淡路島じゃないよ。ここまで淡路島じゃないです。切符はその西。西、ここで買えばいいのかな。どうせ行くなら今のオーツの方がタイムリーでしょ。外国ではすごいカメラで撮影してる人がいる。 GoPro は体の一部みたいな。ここからなのかな、体の一部。そう、お、あれ、切符売りは向かい側の待合室所内です。向かい側、あっち。ちょっとまた音量下げよう。あ、おはようございます。ま、待合室ってどれ。あ、カメラこっち向いた、あっち行った、こっち向いた。う、思いっきりこっち見てる。ここでですね、でっかいカメラ構えた人が思いっきりこっちに向けてるのはなんかやっぱり目立つからか。よし、ボリューム落とした。あ、こっち向いてない。どこだどこだ。おはようございます。おはようございます。あ、これか。いいタブって何ですか。あ、小豆島も行ったことあるんですけどね、一周はしてないな。じゃあちょっと買ってきますね。開けたままだと読み上げがちょっと不審なので、これでいいかな。ですね、大人1人450円に自転車1枚、自転車1枚200円。おっと、さてもうちょっと音量下げるか。中ですね、これ割と開け放しなんですけど、クーラー効いてて気持ちいいんですよ。で、自転車の人も1人いた。そう、分解しなくていいです、200円で。この値段だとどうだろう、20分ってところかな。なんとなく感覚的に20分、車で走、あ、高いのかな。あ、そう、自動ドアがあったんだ。15分か。値段的にってそんぐらいかなと思って。そう、全部同じです。ちょっと壁際に立てかけさせてもらって、ロードしてますね。よし、まだ響くな。
もっと避けなきゃダメだ。出港時間待ちはですね、うん、自転車がいます。これでどうだ、このぐらい下げたらどうだ、これでいいだろう。そこがロードですね。まさかこんなんじゃないよな。明石浦丸、これ違いますよね。おはようございます。いや無理な交流はしないです。あ、日向対策まだやってなかった、忘れてた。日が出てきましたね。やんだか。関西、動きたいや。開放、何それ、何それ。豚の子か。豚の子もあるんだ。10時40分だったと思います。うわぁ、分かりやすい。これこれ、シンプルだな。で、トイレの中はやたら詳しく書いてある。あ、これあれか、展示とかそういうのためにせっかく細かく書いてあるんだ。うん、あ、高速線ですか。自転車については折りたたみ袋に入れた自転車も自転車料金を徴収いたします。折りたたみ袋って間違ってないかなんか。40分だからもう進むんじゃないですか。あれ10時、あ、10時40分なかったんだ。まだ20分以上、24分あるのか。しまった。じゃあ11時か、遅くなったな。10時に渡ってるつもりが。で、今日はあの割と平坦な西側の方を撮っていきます。あんまり出るじゃないかな。40分なかったです。20分20分って全部あるかと思ったら10時40分なかった。まだここで涼んどきたいですね。ルート、ムーストマップ、こんな感じで、淡路島自転車で一周って言ったらこの辺りの山岳地帯通るんですけど、これ雨の中通るのは辛いな。明日天気がどうかですけどね。予報によっては随分晴れだったり雨だったり違うんですよ。時計回りが、確か島だったら時計回り基本なんですけどね。今日は絶対寝不足で来ること分かってたから。ん？震災避難館、さっきどっかに何か書いてあったな。曇りか。とりあえず降らなきゃ大丈夫ですね。フェリー40分待ち、あと25分ぐらいか。電波一応全島あるっぽいです、山岳地帯について。まあ、時計回りだと左手に見えますからね、海が。あ、そう、新幹線で西明石まで来ました。時間持て余すな。待ち時間を持て余す。会場の話さっきもあった。それは朝、今日は4時半起きですね。4時45分起きで、七福神がなんかあるんですね。一周確か160ぐらい、140、なんかそのぐらいですよね。だからあのルートラボで淡路
ブートラボで淡市って検索したらいっぱい出ました。カタカナで淡市。どうすっかな。そうですね、ありますね。この島には玉ねぎがあるらしい。玉ねぎと、あとなんだろう。お腹、どうするかな、昼ご飯。琵琶じゃないです。っていうか、琵琶湖も一遍通ったことしかないな。どうするか、喋り続けてるのはさすがに。この中で喋り続けるのは辛いな。洲本、いや、洲本は東側ですよね。今日西側通って南まで行こうと思って。結構いますね。途中牧場、牧場ですか。うどんですか。うどんもいいな。どうだろう、150前後じゃないですかね。150プラスマイナス20キロぐらい、幅40キロ。止まった。まだ延長詐欺じゃないな、タイミング的に。いや、ポッと離れてないです。なんでだ。うん、 FM より落ちかな。FM 入り伝ってまたすごい音がしてる。ああまたか、また FM 入りダウンか。ああダメだ、プライマリーサーバーエラーですね。ああもう、あうん、早速 FMLE がダメになった。その人、あのビアンキの人ですかね。ダメだ、早速ダメになりました。そう、 FMLE がすぐ落ちるんですよね。すぐ落ちて復活できなくなる。なんでだ。他の放送ではそんなこと聞いたことないのに。というわけでこれでしばらく行かなきゃダメか。ん？あ、NLE、それだったら安定するかもしれないですね。そう、超がっかり画質。まだ40分しか経ってないのに。あ、NLE 重いんですかね。あと NLE 確か細かいチューニングできないですよね。昭和画質で。ああ宿どうかな、どうですかね。まあテントと寝袋があるから少なくとも寝ることはできるはず。テントはあります。なんか致命的なもん忘れてないような。マットがあって、テント本体があって、テントポールがあって、寝袋、これで寝られるはず。10年テンション充電が、そうですね、そうそう、 GoPro も録画できない状態だったら記録取れないからな。テントは結構暑いですよ今日。割と暑い。野宿もできるようにしてます。どうするかはまだ決めてないです。せっかく持ってきたから1日ぐらい野宿したいですね。野宿するために持ってきたというよりは、持ってきたから野宿するっていう、モノドリブンな感じと。もしもしますね。あ、蚊取り線香はないですけど、道の駅、だいたい泊まるのは道の駅にしてます。キャンプ場ですね。お、いらっしゃいませ。渦潮村っていう今日行く道の駅の近くのキャンプ場があるんですけど、オートキャンプ場が一区画4000円なり。
キャンプ場はオートキャンプ場で1区画4000円なり、まあ民宿に泊まるよりもちょっと高いぐらいか。電源あるんですけどね。タコフェリーはもうないらしいです。去年かいつかなくなったらしいですね。だから私はこのジェノバラインっていうところに来てます。タコフェリーはどっからどこだったんだろうな。4000円、でもそのもんですよね。あのまた貸しして、また貸しは何だっけ。なくなったらしいです。タコフェリーは用意されました。料理大盛り、久しくやってないですね。でもあれ体に良くないからな。あんまり体に良くないと思うので。あと今回フライパンはちょっと持ってきてないんですよ。あ、フライパン別に使わないか、ペヤングは。タコも同じ航路だよ。あ、同じ航路。え、じゃあなんで、もともとタコとジェノバがダブルであったところがジェノバだけになったのかな。まだあと15分あるな。こうみたいですね。昼の自炊枠、雨降ってたらちょっと難しいかな。ジェノバはなんかイタリアですよね。うん、テンション、いや、あの今あんまり大声出せないんで。そう、ご自慢のフライパンがない。あ、やばいな、早くこれ今のし日焼け止め塗っとくか。ちょっとタコは車、あ、そうか、車乗せられなくなってんだ。これ高速線で車乗らないタイプなの確か。そうですね。あれどこ行った。あれどこ行った。見たい。あの袋が特にそうですよね。無駄な発信。まあそのあたりは一あの単純にいいとか悪いとか言える話ではないと思うので、大体どんな話も。原発もそうですね。 100% いいも悪いもないはず。あ、雨具袋が落ちた。これがなくなると結構面倒なことになる。実家一応大丈夫でした。確認しました。人間のまあそうなりますよね、極論すると。じゃあちょっとコメント聞こえなくなりますけど、しばらくカメラから離れます。
ルートは日が出てきた。フレスグリーンだけど日が出てきてます。ロードマンタイツ涼しくない。ん？大阪？よっと、例の中学校いじめの話かな。あ、そう、あといじめの話もそうだし、なんだっけ、ニコ生で配信切り忘れて、やらかしてしまった人の話なんかも一時期有名になりましたけど、それを全員に笑い物にするっていうのはどうなんですかね。それを平気で笑い物をネタにできるっていうのはどうなんだろうなと思いますね。そんな面白がることか、中地さんって人なのか。ひどすぎですよね。ねえ、例えば自分がそれ見てしまった場合は、見て見ぬふりするはそれはまあないか。全員がそうやることは絶対ないな。っていうか動画にしてアップしてたりするんだとしたらそれもひどいな。ねえ、ひどいですよね。わざとやってたんだったらまあそれはそれでいいか。それはそれでいいや。本当にわざとやってたんだったらまあそれはなるほどと。あ、で今ここです。まだ時間あと10分ぐらいですよね。何言ってた。明石公園、さっきこれちょっと寄ってきました。でもなんかはっきりお城っぽい、お城はやっぱり天守閣がはっきりしてないと分かりづらいですね。この辰巳櫓っていうのと羊猿櫓、羊猿ってこれ一文字で羊猿というものかというところはちらっと見てきました。しかし GoPro も撮れてないしな。上司は明石さん、あ、さんまだ。話、さっきの配信の話だったら、いや、そう思ったんで言いたいなと思ってたんで。あ、来た。スマホ配信、そうですよね。通常配信よりはスマホ配信の方がマシなんじゃないかな。FM エリー、たまに復活するのがよくわからん。自転車には2人いますね、他に。マリンフラワー号かな。まあ、たこ焼き系のやつですよね。たこ焼きとは違うと思うけど、来てます。そこに今来てます。意外と大きくないな。じゃあまた読み上げ小さくて乗り込みますね。どのぐらい動いてるのかな今。そう、2人います。自転車乗りの人は。菓子焼き、いや食べたことは確か昔あることあるんですけどね、関東の方で。夜卵焼き、あ、すいません。団体自転車乗り場、自転車が団体じゃないとダメなのか、それとも自転車と団体なのか。大きいは違うもんだと思います。タコ入ってないし。あ、そうそう、だし汁で食うっていうのが違うな。まだいない。そうですね。ロードバイク、ロードバイク流行ってますからね。よっと。あ、先に自転車。あ、そうだ。彼女初めてです。危ない、ね。あ、そうだ、こっちじゃない。預けるにあたって、ポタファイ取り出してないと、ポタファイ、はよ。ポタファイ、はよ。あ、どこ行った、あ、この先。
あったあった。よし。うわ、動き出した。はよ、はよ、はよ。はよ。よいしょ。よし。あ、ちなみに、はよせなっていうのは、まさるさんっていう漫画をイメージしてて、あれ、キプどこ行った、キプどこ行った、あった。あ、そう、キプの写真、キプの写真撮っとかなきゃ、キプの写真撮っとかなきゃ。違います、違います、違います、違います。よいしょ。よし。ふぅ、焦った、焦った。はい、でも充電しながらじゃないといけないんでバッテリーが一緒になるんですよね。ラバーメン、ゴム人間、マサルさんは熊本弁で一ピアコピア詰めしこらす剣がとか書いてあるのがちょっとわかるのかな。今レムさんからいらっしゃいませ。235人乗れるのかこれ。あ、後ろ、よいしょ、よいしょ。あー、なるほど。で、これ ロープワークのやり方が分かんないんだけど、私はロープワーク、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 とりあえずぐるぐる巻いとくか。よっ。で、最後にどっかで結び目を作らなきゃダメだよな。他の人結んでない。あ、いいですか。こっち側に、こっち側にやっときゃいいや。これでよし。で、GPS もつけたままここで即位させておきます。これどうせはず、あの盗もうと思って外そうと思っても外れやしないんだから、取れて、取れて上に捨てたらどうしよう。あ、大丈夫です。いや、でも一応持っとくか。ちょっと心配になった。なかなか外れないんですよ。今スルッと外れてやばかった。こっち後ろだよな、うん、ナスの進行なってしまった。ここから先は客車なのかな。違う、操舵室だ。監視カメラがある。じゃあちょっと、お、空調効いてる。ん、いくら。で、早速ぶつけた。おお。硬いですよね。おお。一番前が空いてる。おー、こんなとこに乗れた、座れた。じゃあコメントちょっと見ながら。これ後ろから見ると戦闘にですね、ヘルメットかぶったまま、しかも上になんかくっつけたやつが戦闘陣通ってるんですよ。2階の、あ、そうですか。何でしょう。おお、そうか、走んなきゃダメだよな。確か下か、後ろ向きに。ちょっとじゃあ2階に行きますか。おお、あ、正面見えなくてもいいんだ、そういえば。よいしょ。GoPro が頭すり、天井すりそうだな。住民3人は無事ですが、別の一棟に住んでいる。よいしょ。これが天井。本日、湯河原駅をご利用いただきありがとうございます。
あ、少し、この辺りがいいかな。ちょっとエンジンの音が前の方うるさいから。しかしやっぱ蒸し暑いな今日は。しかし FM エリが使えないのは残念。せっかくちょっと今音が割れてましたか。ずっと電波どうかな。押しますね。じゃあまず出こう。寒いのよりいいんですけどね。ここ、このあれどっち通っていくんだ、うん、YouTube 動画にしないと高画質にならない。1ヶ月くらい先になりますからね。15分って聞きましたけど、こんな狭いところだと入っていくのか。というかこのマンションは中に、そうですか、人の人いらっしゃいませ。電波でかいな。宿は今日は野宿かの宿かまだ決めてないですけどね。そう、あのジェノバラインって言って淡路島に渡るための船です。話されます。あ、エンコードの、あとエンコードパワーも欲しいし、マシンパワーも欲しいな、編集の。おお、これから大雨来ます？マジで。それは勘弁してください。来ないでください。中橋海峡橋長いな。エンコード自分でやってますよ。あの一番負荷が低いエンコード方法で MPEG-2 でやって、で風がすごい、風がすごい、ちょっと風、風が、そういや今日南風なんだよな。真下らしいですね。確か通りますよね、下を。いやいや、うわー、おー、早い早い。いやちょっと、ちょっと結構な加速とすごい風で、いや、やばいやばいやばい。うわあ、ちょっと危険なんでベンチに座ります。うわ、なんだこの風。あのですね、ちょっと息がしづらいくらいの風ですけど、あ、風、早いですね。やっぱり船は小さいからかな。横向くとやっぱ息がしづらい。風が、高速船にしたってほどがあるわ。この間関門海峡で渡ったやつプラス風だからちょっと辛いな。ある意味楽しい。自転車大丈夫だろうか。 GPS 持ってきてよかったかもしれない。スワット、スワットちょっと今、あのスワット私あの本職じゃないんで。前東京アフェリーで本職の人がやってたけど、あの人とは違うので。この PC が、うわ、 PC がこの風で打たれる感じがする。すごいなあ。あとあの橋の感じがアメリカっぽいですね。グランドシフトオードっぽいな。今逆輸入だな。早い早い。最高次は絶対早いでしょ。峠からの2人とかだったら出るかもしれないかな。本当に当てられない風で。あ、向こうになんか電気推進みたいな船がいる。いや、楽しい。あの PC 船の低いやつだ。
いや、今日風が強すぎですね、これは。これ、高速線だから風が強いんじゃなくて、もともと風がひどい今日は。これ、雨降らなければなんとかいけるかもしれないけど、雨と風両方だったら、2、30キロでダウンするな。そう、角ばっかりでした、昔は。昔の列車？列車？ついてないですね、今のところは。何当たるまでは。おー、入れる。どこに上陸？なんて言ったっけ？巣なんとかじゃない方。あ、読めない。石が動いて。大倉海岸。そっちは多分上のなんかロープじゃないかな。ロープじゃない。あの、天井が高くなってた。あれあれ。あの辺りは高くなってますね。もう近いな。ほら。あっという間だな。で、明石海峡橋が近づいてきましたね。前はあっちの方にある、あっちの橋の田元あたりにある遊水地に泊まったことある。大昔。本当だ。やっぱ厳しいみたいだ。アクション。あの、着替えて。あー、止まった。なんか動くかな。動くのちゃんと録画できてるよな。来たかな。あ、戻ってきた。でもないか。GoPro で。どこで降りるん？どっか名前忘れた。はい、もうすぐ橋の下くぐります。 PC 持ってるのがつらい。
今あのいつの間にか真後ろに座ってたお姉さんが転んでしまったので、フォローすべきかなと思ったけど、フォローじゃちゃんとモザイクかけとこう。いい長さ、15分あっという間でしたね。構内スピード落とせて、これ船に対して行ってんのか、やっぱりどうなんですかね。トン数は104トン、船ないな、ない。あ、なんかかっこいい、かっこいいドックヤードがある。で、あれ船じゃなくてドックヤードってことは工場なのか、船メンテナンス場なのかな。あ、ちょっとベタベタしてますね、手すりとかは。長野ドッグヤード、かっけー、出会い、出会え中変化して、ちょっと変は、そう、いや、単につまずいたか何かだと思いますけどね。あれ、さっき岩屋港、さっき出てきたの何港だったっけ。さっきもなんか岩なんとかって、岩屋港、行きの乗り場だったのかな。そう、ゴープロ、ゴープロ、ゴープロ映っちゃまずいから、よし。ちょっとなんかああいうのは、あれでもあれ浮いてるよな、行く続きじゃないな。で、どこだった。よし、灰色、あ、全体によいしょ。特にフォローされてなかったな、元気ですね、なかなか感じじゃない。よいしょ、さっきはやっぱ岩屋港行きの乗り場だって意味だったのか。どうだ、よいしょ、どっと、あー、なんかあれ、あれ、あ、ここか、よし、これで、これです、よいしょ、あ、ひな、どうもー、どうしよう、淡路島初上陸。長野、長野って書いてありましたね。あ、やっぱり明石港だったのか、さっきの明石岩屋の間。あとジェノバっていうあのフォントの下にですね、人、丸人って書いてあるのは丸入りかなの、なんかエンボスのロゴが見えます。もともと別の所属の船だったのか。お、撮ってる撮ってる、わかるわかる、いや、わかるわかるって、あんまり私あれ撮らないな。で、小型船ってこれか、これですね、小型船の方、ちっちゃちっちゃ。今乗ってきたのは235人乗りだから、これ乗客が4分の1近くですね、63人乗り、ちっちゃ。時間によってはこれだったのか、クルーズから、ある意味小さい方でも揺れもすごそうですね。そう、ジェノバイタリアです。ジェノベーゼってなんかチーズの味のするあれじゃないだっけ、極楽、そう、玉ねぎらしいですね。テンションちょっと今あのすごい風だったので少しテンション上がった。今のところには降ってないですね。 OKOK、 アルカブリとかできるんですか、玉ねぎ。観覧車、観覧車、あんまり島っぽくないな、やっぱでかいからな。あ、土日の増便があるんですか。あ、ポタファイ、ありがとうございます、忘れてた。あ、読めましたかね。コアラみたいです。コアラみたい、何が。巨大な観音様あるんだよな。ノースアップにしな、ちょっとか一応。
表はあのヤフー地図の方の地図を入れてます。入れてますというか、あの佐渡島とこっちだとどっちだろう。佐渡島は一周200キロだけどぐにゃぐにゃしてるから、あ、そうですか。琵琶湖200キロでしたっけ確か。多分佐渡島と淡路島だったら淡路島の方が長さは長いんじゃないかな。淡路島本当かよ。試していいです、試してもいいですけど、道の駅が確かここから予定ルート通りって、あれ予定ルートがうまく表示されて、あ、された。まず道の駅、あの淡路っていうのがありますね。本当か。よし、これで予約スタートですね。あ、それから今回あの前回指摘されたので、いい音だ。いい音だっていうか、マクベはあのピンってやった時なんて言ったんだっけ。マクベのセリフ言いたかったのに。淡路。あのですね、いろいろ調べて、ベルは真鍮製とあのステンレス製とアルミ製があって、真鍮製が音がダントツにいいんですよ、音色が。なんでこれ1000円近くするベルです、小さいのに。ベルつけました。まあ使わないけど。ですね、なんてベルだったかな、名前忘れたな。真鍮製で小型のかなりメジャーなやつです。サイクルベース7種とかでもあの評価されてるというか、どうもあれベルマニアの人がいて、その人がいっぱい書いてるな。お、航空機の音がするじゃないのかな、船かこれ。あ、そうそう、サイバー電子音のやつもあったんですけどね、なんかでかかったんで。淡路島、なんとなく、なんと、あ、スイカとか桃とか書いてあるな。スイカとか桃とか書いてありますよ。雨わかんないですね。ちょっとエクスパンド見るか。で、あと FMLE もう一遍試してみますか。あ、そう。そう、ベルナイト違法って、まあ、言われて、確かにそうだったよなと思ったんで。更新しても直らない、ラグがある。でも物価どうですかね。あんまり島で安いってイメージはないな。あ、いや、突っ込まれたらその突っ込まれ場所をなくす絶好のヒントなんで、しめしめと思って。パスポート、前越えのベル、そういうのはちょっと私はあんまりだな。まだ恥ずかしいな、そういうのは。旧世代の人間としてまだ恥ずかしがってるな。萌え文化否定はしないけど、まだ全面的にあの体に染み込んでないな。うん、なると思う。ちょっと待ってください。FMLEもう一遍試してみましょうかね。まあダメだとは思うけど、ダメだと思うけどな。できるだけフラグ立てといて、じゃあちょっと高画質やってみます。まあ、まあ分かってたけどな、ダメでしたね。いや、今日は泊まりです。どっかに泊まります。どっかで寝ます。金？じゃあ行きますか。道の駅。まずは道の駅淡路まで。うん、テント持ってきてます。こいつ。あ、キャンプ。そう、ご宿泊で、道の駅、渦潮っていうあの一番南の方の道の駅で、キャンプしようと思ってるんだ。キャンプじゃない、ないけど。
そう、 GoPro もあるけど、まあ、GoPro の映像はまた別のメディアってことになるので、ニコ生ニコ生のメディアで映像をよくしたいんですよね。てか全然違うし。でちょっと待ってください。絡んだニューアワジ高そうだな。名前だけで言ってますけど、ちょっとマイク一旦ケーブル整理のために外します。ないんだよっと。これでよし。手打ちうどんですか。できれば野宿してほしいです。できれば。でも野宿すると明日フルでは多分放送できないんですよ。デカバッテリー2つ持ってるけど、それでも丸1日は持たないから、1個で丸1日は持たないから。今回半時計回りです。今日初日は楽をしようと思って。明日天気がどうなるか全く分かんないんですよ。そう、充電しないと丸一日持たないんですよ。だから本当は見どころだけ配信したいんですけどね。あ、公園いっぱいある。あ、時点に合わせるとどっちなのだ。分からん。さっきおのころって言ってたのは真ん中あたりの東側にあるあれですね、淡路ワールドパークおのころ。あれは何があるんですか。おのころっていうからにはなんか男っぽいのとは違うんだろうな。道の駅はこれ乗ってないのか。乗ってたとしても目立つようには書いてないな。開けてごらん淡路の四季の夢扉。夢か。マクドどうですかね。市街地にあるんじゃないですかね。淡路島の市街地はここは今多分そんな市街地じゃない。車っていうのがまずちょっと南下したところにあって、ん、初日今日泊まる場所は道の駅野宿が今のところ候補です。であとあそこはなんだ、綱っていうところか。でそれの反対側の綱と、あ、そうそう、 GoPro そもそも2時間半しか持たないんで、デカバッテリーから給電してるんですよ。多分一番でかいのは洲本とあとどれだろう、南淡路の中心地のあの辺りかな。旗一旗あげてってことか。魚、うん、藤井くんか。曇りか。持ってくれるといいんですけどね。マクあります。いやでもマクは充電はあんまり見せたとですね、ずっといなきゃいけないんで進めなくなるんですよね。大暴走。この信号はダメだ、もう交差点中に入ってるから止まったら逆にまずい。あ、補給。とりあえず道の駅まで行きます。あ、綱大きくない。あ、また忘れてた。ポタファイをつなぎ直さないと。コインランドリー、プチフワランド、岩屋店、プチフワランド。ふわふわランドじゃなくてプチフワなのか。つまりちょっとしかふわふわじゃない。全国。あ、電波、あ、弱いか。ちょっと、やっぱりつなぎ直すので。風が見たいですね。知らなかった。よし。5店舗結構あるな。寝てるとき、そうですね。それがベストですけどね。結構充電って遅いんですよ。だいたい一番早いのは多分今使ってるデカバッテリーだと思う。こいつが一番早く吸い取ると思う電気を。そうダメですか。まあとりあえず移動します。せっかくだから市街地通るか、市街地とか商店街通るか。
高田屋貨幣だよ。高田屋貨幣とは何の。自動車原付だから自転車大丈夫。風力発電所がたくさんあるよ。あ、風力発電やっぱ風強いんだ。淡路島といえば上沼恵美子。上沼、なんだっけ、あのなんだっけ、昼にすみません、進んでるんですけどね。結婚相談所もあるかしら。雨降ったり全然これ増水してないな。さすが淡路。淡路これ生活排水がもうそのまま流れ込んでるのかな、違うのかな。一切汚れてないな。電波薄いのか。渡里哲也が淡路出身か。穴子の美味しい店あったな。これは穴子か。うん、横断歩道で止まってる。横断歩道、いや今これ結構今来てますね。一番、あ、来ました、来ましたよね。こんにちは。一番好きっていうの難しいな。思い出深いのは秋葉街道とか、あとはどこかな。阿蘇山も結構昔だからかもしれないけど懐かしい感じがしますね。もう一遍行ってみたい。あとはまあ北海道シリーズかな。やっぱ北海道だな、全体的に言うと。今来てますね、電波は。うん、上り速度350とか言ってる。あそこにプリンって書いてあるのが気になるけどな。お菓子市梶田屋。あれ、市って司って書いてある。なんて読むんですかね。お菓子市でいいのかな。まあでもとりあえず道の駅に行くか。魚この細さあたりないんじゃないですかね。どころって言うんですかあれ、司と書いて。いや、次郎、私は2回行って来りました。夏に淡路行く。夏に。で、こっちが商店街です。あ、お好み焼き。淡路島は野池がたくさんあるからブラックバス釣りで。野池、あ、そうそう、北海道はもう過去に10回かな行ってますよ。トータル70日間ぐらい私は北海道で過ごしてます。お菓子どころなんですかね。で、また電波悪くなってるかもしれない。そう、北海道で過ごした日数が多分一番あの遠征した先としては多いですね。長いですね。おかしつかさ、今度ネパールにもいらしてください。ありがとうございます。ネパールか。海外は今のところまだやったことないし、ビビってできてないんですよね。いいのし、甘夏。なんかあんまり店がパッと表に広がってる感じじゃないんですけど、店数はそこそこありますね。というわけで、商店街でした。ここから先はどっち行ったらいいのかな。岩屋フリー前。これ左でいいんだよな。断層保存館あ、ウォンマートだ。淡路島、いや、特に渡りにくかったから。少なくとも土日だけだったら厳しいですからね。私にとっては厳しいんで。海外はジェットスターで飛行機代安いでしょ。和骨です。ジェットスター。淡路島のジェットワーク軽いな。淡路島、そう、昨日急に思いついて、そうだ、淡路島行こうとか、パクった文字列で。地震、阪神大震災の時ですよね、地震って言ってるのは。昨日思いついたのか、わら。そう、昨日もつきました。で、チケットも昨日取りました。淡路島は高速通ってるでしょ。道の駅へ行こう。画質悪いように見えます。
画質悪いんですよ。 FMLE が今あのエラーが出て使えなくなってます。淡路島に今着いたばかり。泡初めてです。淡路島道の駅淡路まで1キロ。そう、昨日思いつきました。天気全然ダメだけど、あの淡路島の天気予報見たら晴れっぽかったり雨っぽかったりしてたんで、じゃあ勝負だと思ってきました。勝負。900万か。西明石駅まで新幹線で行きました。そう、3日間あれば割とあの遠いところに来やすいです。2日間だと元が取れるかどうか、どう計算して元取るのかってなりますけど、大丈夫かな。そう、思い立ったら淡路は玉ねぎしか知らないです今のところ。新幹線1万4000いくら。光が部、あれ、そんなありましたっけ。車、今日の朝、そうです。新幹線新横浜駅発6時。なんでもないか。そうか、うん、スカイドジェット、そう、だから実は今日3時間も寝てないです。あ、そうそう、スーさん放送してましたよね。自宅サーバーのコメント監視に引っかかってた。ん？あ、何を増やす？道の駅、あ、昼飯にするかな、道の駅で。で、道の駅で昼飯食うときに配信できればするし、できなかったら一旦放送止めて、また予約枠取り直して、でそれで FMLE 復活というシナリオですかね。あ、ラグないですか今。さっき悪かったのにな。海水浴、私泳げないんですよね、あんまり。そう、次回。玉ねぎソフト、ありそうですね。おお。この橋のたもとのなんていうんですかね、アンカーじゃないけど、基礎とか土台とかなんかそういうイメージの、あの、あれ。すごい質量、あの質量というか質感がありますよね。玉ねぎソフトあるんじゃないですかね。そう、強そう。どこから入ればいいんだこれ。こちらは従業員関係車両専用。あそこに置いてある白いやつは、あれは多分吊り橋のワイヤーのパーツなんですかね。このでっかい糸巻きみたいなやつ。あ、橋脚っていうんでしたっけこれ。ケーソン糸巻き。これであの糸巻きタンク作りたいな。でも丸くないから厳しいか。丸くないから逆にグリップがあるとも言える。橋脚、途中にある橋は、途中にある支柱はあれなんていうのかな。うん、というわけでさっきあの船ではちょっとダメだったんですけど、駐車場からの明石海峡をしました。あ、そう、道の駅に今寄ってきてます。ここが道の駅です。隙間ありますね。栄えてる、でかいですからね。道の駅淡路、それが資産は、どのぐらいの距離なんだろうな。ここアラジン、いや、そんな名前聞いてない。横浜銀杯、地元ナンバーばかりかな。地元ナンバー、神戸、大阪、神戸、姫路、松本。どんだけ小さいと思われてるんだ、淡路島。おはようございます。玉ねぎ、あれなんて書いてある。すごそうですよね、あの構造物、橋脚、ケーソン。
ここにもプリンがある。淡路牛乳で作った濃厚ミルクプリン、人気ナンバーワン。といってもまあ昼飯まず食おうと思ってるんですよね。あ、事故に、そう、私も死なないようにしたいところです。でもそうだな、あの FM エリー確実に復活させるっていうのもあるから、一旦昼飯は放送中断しちゃっていいですかね。今日結構人もいそうだし、なのでちょっとここで昼飯食ってる間、放送一旦止めて、お土産か、ちょっと早いな。で、夜向き。というわけで、ちょっと一旦止めさせてもらいます。あ、バーがなんかありますね。今日向かおうとしてる、昼寝配信か。それで復活、枠取り直したら復活するんですよ。じゃあ、今時間は何分だ ?37 分か。ちょっと12時には間に合わなさそうですね。じゃあ12時半から再開かな。今のところ復活してます、毎回。あ、明石焼きありますね、やっぱり。デザートに明石焼き食うかな。まあじゃあツイッターで写真アップしますね。うん、今日多分人多いだろうから、放送はやらない方が無難だな。うん。じゃあ、ありがとうございました。また後ほど、まあ、節約にもなるし、女子大生の人ありがとうございました。では。